お手紙をちょっと見てみましょう。いつも楽しく拝見させていただいてます。調子は良さそうですが、メンテ診断とクリーニング兼ねてインテリサロンなので使っていただけたら。チューダーデカバラオイスター通信、私はなかなか使い勝手がないフランクを、またなんかくれた。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ではせっかくなんでね、ヴィンテージサロンでご紹介する前に、なんか俺にくれた時計があるのかな。見て、フランク三浦くれた。ガンバルド、ガンバルド。フランク三浦ガンバルド。シャレとんねえ。でかっ。ああ、面白い。ありがたいな。これめっちゃ嬉しいんだけど。いや、コレクションだわ。さあさあ、そんなことより。ではね、せっかくなので。いや、嬉しいな。ちょっと別でね、きっちり紹介しましょう、フランク・ミューラーね。ではね、本日はハピさんから、ハピネスさんですね、ハピネスさんからいただいたフランク・ミューラーのご紹介をしていきましょう。いや、てっきりフランク・ミューラーかな、なんかなと思ったんですけどね、なんか使ってないコピーとかかなと思ったら、ミューラーでした。まあ、正直持ってません。見たとき、うわ、やったと思ったんですけど、またかなり面白いですね。拡大して見ていきましょう。まあ、拡大の前にグルリッシュ。クォーツです。クォーツですね。ちょっとゴミが若干1個あるね。まあ、仕方ないか。これはまあこのままにしておきましょう。拡大していきましょう。まあ、特筆すべきそんなね、まあ、ただのオマージュ時計、パロディの時計ですから、パロディ時計ですから、特筆すべきのはそんなにないんですけど、ガンバルドという、ガンバルドって書いてます。ガンバルドというあのモデルらしいですね。フランク・ミューラって書いてますが、フランク・ミューラの、あれですね、場合。裏ですね、裏のところに右上に点がないんですよ。右上に点がないらしいです。右上に点がないですね。それがフランク・ミューラーらしいんですけどね。フランク・ミューラーのオマージュですが、一回訴えられましたよね。フランク・ミューラーから訴えられた経緯がありますよね。これはフランク・ミューラーが、あれだね、敗訴というか、棄却取り下げされさせられたんだかね。まあまあ、似ても似つかない感じもあるけどね。なんでこれを訴えたんだろうってところがありますけどね。でまあ見たところクォーツです。これね、本当によくできてるというか、時計好きの心をものすごくくすぐるような作りをしてます。本当によく考えられてるなと思って、これもパッと見、まあ時計好きから見ればクォーツだなと思うじゃないですか。これ裏を見てみましょう。見てください、ローターがあるんです。と思うじゃん。ものすごくこのね、時計好きにしかわからないこういうギミック、ただのこのローターがこの飾りでついてるだけなんですけど、見てください、こんなところにこんなギミックがあるんですよ。これはやはりね、くすぐられますよね。全くもってただの飾りなんでしょうけど、こういうところものすごく手が込んでるなと思います。そしてほら、モデル名があって、フランク・ミューラー・ガンバルド12号機回って書いてあるのかな。完全非防水。防水じゃねえのかよ。このまたさ、このなんだろうね、このなんかこのはっきりとしたこのチープ感が出てるのがものすごくいいんですよ。完全非防水だからね。完全非防水、防水かと思ったら、いやめっちゃ面白いな。
そしてこのギミックめちゃくちゃいいじゃないですか。これ奥を見るとね、あの奥の方にあのねクォーツムーブが隠れてるんですよ。ちょっと拡大できるかな。まだ電池ね、まだちゃんとあるから開けはしないですけどね。完全非防水なんでね、ちょっと開けたらまたさらに非防水になるから厚みはねかなりあるよね。いやパッと見は本当にねよくできてる、よくできてるけど、まあパッとこう裏とかを見るとね、こうやって時計好きが好きそうなギミックがきちんとあるっていう、こういう作り方もすごくあれだな、本当に手が込んでるというか、シャレに手が込んでるような作りですね。またこういった作りもいいもんだな。フランク・ミューラー頑張ると、面白い、相当面白いな。かなり大型です。かなり大型で、上にした時はかなりこうね主張するような時計ですね。かなり主張が激しい、かなり主張してくる時計ですね。ただフランク・ミューラーだっていう、こういったところやはりフランク・ミューラーをこう思いっきりこう主張してる感じがあってね、なかなか面白いです。初めて見ました。俺初めて見るんだ、初めて見るんですよ。ただこの辺のベルトの作り込みなんかはね、パッと見なんかすごくよくできてます。これは全部あれなのかな、ラバーなのかな、ラバーに革を張ったような感じのあれですね。面白いな、面白いな、本当に。鉢のところはドルマークになってたりね、面白い、非常に面白いですね。よく作ったな。この本当にねメッキの感じとかね、あのこの辺サビが出てたりとかさ、サビというかこの腐食が少ししそうな、これ安っぽいメッキなんですけど、これあえてこういう風な感じにしてるのかな、あえてこういう安っぽい感じにしてるのかな、こういったところがまたシャレっ気が効いてて面白い時計ですね。本当にシャレっ気がですねシャレてる時計ですね。パッと見ねすごくいいんだよ、すごくいいんだよ。だから本当に時計好きがこのなんていうのかな、シャレで欲しいと思うような作りだと思います。この裏のギミックとかね、こういうのクォーツにあえてつけるっていうね、シャレ効いてるな、本当にシャレが効いてるよ。こういうところ楽しいな、これは。それでいてクォーツ、いやー面白いな。価格帯はそんなに高くないですけどね、やっぱりこういったシャレが効いていて、コレクションとしては面白い一品ではないでしょうか。いやーハピさん、ハピネスさん、ありがとうございます。また洒落たねこの送り方でしたから、洒落が効いてんなあの人は、さすが元レーサーですよ。ああこうやって見ればものすごく綺麗だね、面白い時計を、またありがとうございます。ということでね、本日はちょっといただいたハピネスさんからいただいたフランク・ミューラフランク・ミューラ、ミューラのご紹介でした。このミューラの裏の裏裏の字の点がねないんだよね、フランク・ミューラ、ミューラってね、そうらしいです、これもう点がなかったですけど、いやーなかなか洒落たね送り方をしてくれました。まあ前回ね、あのチューダーですね、チューダーのヴィンテージを買って、でまあちょっと調整かなんかしてみてくれってことで、これそれと一緒に同封されていた、でお手紙付きでね、なかなか使い勝手がないフランクを、フランクを送らせてもらいます。こうわざとこうやって書いてるのよね、この人洒落たことしますフランクミューラーかなとか思うじゃないですか。絶対これわざとやってんだな、あの人洒落てんな、面白いですね。まあ俺もね、まあ結構まあ話とかやはりネットとかでは見るんですけど、実際手に目の当たりしたのは初めてです、初めてなんです。面白いですね、裏のギミックとか、裏面のギミックとかね、かなり面白いですね。もう時計好きにはやっぱりね、あのパッと見クォーツですけど、このねローターのギミックがあるっていう、この細かいところ、時計好きのこの心をくすぐるような洒落たこの洒落心っていうんですか、こういったところをこうぶち込んでくる、なかなかやっぱり面白いですね。面白い、
こういうシャレっ気が効いてると結構あるんですよ。他にね、ロレックスのね、オマージュってあれやべえな、やべえのがロレックスのこういう系のやつもあるんですけど、ね、これはね、なかなか口では言えないんですけど、調べてみてください。ありますから。そのロレックス系のオマージュ時計は多分あれは消されるな、多分消される系のやつがあるんですよ。あれはね、多分消されるから、オマージュ時計好きな人はそれもね、チェックしてみてください。消されるから早く買った方がいいかもしれない。あれは多分消されるなっていうのがあるんですよ。多分ね、コメント欄に多分誰かが書くと思います。それを見てください。それがあれね、俺も気になってるんですけど、自動巻きとかもあるのかな、あれ系はね。フランク三浦も自動巻きとかあるんですかね。いろんなまあバリエーションとかラインナップあるんでしょうけど、価格帯はそんな高くはないですけど、かなりこれは頑張るぞっていうモデルなのかな。かなり大型で、もうすごい主張してきます。三浦を主張してきます。ほら、かなり大型でね、なかなか面白いです。このローター音もね、しっかりと聞こえて、聞こえるでしょ。クォーツなのにローターで回ってますからね。なかなかシャレが効いてる時計ですね。面白いですね。こういったオマージュ時計、他にもやっぱりいろいろあって、リラックスとかもありますよね。あの所さんが作ったロレックスをオマージュして作ったリラックスとかありますが、このオマージュ時計はやはりね、あのこの時計好きにはやっぱりこう心をくすぐるシャレっ気が効いた時計ですから、意外とこういろんなのがあるっていうのを、俺もね3個ぐらいしか正直知らないです。例えばこのフランク三浦でしょ、あと口に言えないやつでしょあとはリラックスでしょ、あと何かあるんですかね。もし詳しい方いたら、ぜひコメント欄の方にコメントしてください。嬉しい。ハッチさん、ありがとうございます。まんまと騙されましたから、お手紙にということでね、こういった日々の作業なんかはね、インスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもよろしくお願いします。いや、なんか洒落たお返ししたいな。悔しいわなんか悔しいな、なんか悔しいな、なんかやりたいな。ご視聴ありがとうございました。いいもんだね、なかなかいいもんです。こっちに